はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は僕のタッチパネルのディスプレイについて少しお話をしますね。もちろんタッチパネルっていうのは、こういうようなスタイラスペンというかタブレットペンですね。これも使えるんですけれども、これって案外ね、指で動かす方が反応がいいんですよ。そして案外大まかなところででもこうやってですね、 こういういに動かすすすのもやりやりくてですね、指の方がいい時もあるんですね。そして特にこうヒンチなんかする時もペンを持ってたらなかなかやりにくいじゃないですか。まあ、左右の手を使えばいいというようなもんなんですけれども、まあ、これでこうやって拡大縮小できるしそしてこのようにスライドできるのでですねこういう移動ツールっていう意味ではものすごく便利ですね。えそして、 マウスで動かすよりも、例えばこのようにしてブラウダーを出すとかですね、ミックスを出すとか、こういうのも、えー、案外こう手の動きって思うところへ自由に行くじゃないですか。案外楽だし、そしてこうフェイダーを動かしたり、こういうのもね、案外楽なんですよ。 でも、このペンっていうのはね、なかなか反応がいいようで悪い。こうやって、ほら、今何回もこう動かしてますでしょいいのか悪いのかが分からないというかね。で、このゴムのやつでやればやったらですね、こうディスプレイがのつのツするんですよね。これ、まあもちろんここにフィルムか何かを貼れば、もっともっとこう、やりやすいんでしょうけど、これなかなか動かすのがゴムですから、動きにくいと。 やっぱりこの手の方が便利という感じがします僕の場合はこのストリームデッキと使ってるんでですね、えー、まあもう右手ででもいいしこのまま拡大縮小こんな感じでできますし縦の拡大縮小もこうやってできるようにしていますまあいろいろミキサー出したり消したりインスペクターを出したり閉じたりですね こういうのは簡単にできるようにしてますし、サイズもピュッとで拡大、縮小をいつでも見るときにね、見やすいように、こういうふうにストリームデッキにですね、登録してるというわけです。ストリームデッキにはかなりたくさんのこういうのを作っていますのでですね、楽に操作ができるようにしています。まあ皆さんもですね、今、 僕は時短ということを中心にグループまで作ってるじゃないですか。ちょっとの道具があるかないかでめちゃめちゃ操作性が変わるんですよね。こうやってですね。もちろんこのタッチディスプレイというのは誰もが買えるわけでもないし、ノートパソコンについてるのだったりしたらちょっと小さくてですね、逆に操作がしにくかったりするんですよね。で、こういうのは特にグラフィックソフトとかで生きてきます。 これなんかそうですけど、先日から話しているアフィニティですね。このように選択しますね。そして、これらはショートカットキーとこう組み合わせてやればいいんですけど、四角を書くとき、はい、丸を書きます。はい、この二つを合成します。また、ここに、 丸をきききままますす今、はい、今度はここれで抜抜、はい、のように今抜きましたね手の運動にもなるかも分かりませんがここら辺はそんなにもマウスと変わらないかも分かりませんけれどもこうやって拡大縮小とかがマウス以上にやっぱり便利ですよね。で回転なんかもこう直感的ですね。 こういうい感じでですね、もちろんショートカットキーと丸とか四角を書くときは M のキーを押したらですねすぐにこう道具に変わるんですよね。で色なんかはこちらのスウォッチでですねこうやってこういう小さな絵の時は案外難しいかも分かりませんがまあこうやって変えていけると。同じソフトを使ってて同じ知識であってもですね道具で かなり違いますので、皆さんもソフトの音源とかでね、僕がいつも言うようにですね、その微妙なところを良くしたところで視聴者の皆さんはですね、わかるのかどうか、そういうこともとっても自分が一生懸命やったことと結果というのがですね、比例ではないですよね。YouTube に上げたりしてもですね、10人しか聞いてもらえない人もいれば、 何百万人って聞いてもらえる音楽もあったりする。そしてどっちの音が良くってどっちの曲がいいかって言えば20人しか見てもらえない曲の方がいい場合もあるわけですね。そこで考えないといけないようなことってあると思うんですよ。だから皆さんもちょっとしたことで今自分は何に投資をするのかっていうときに僕は この5年ぐらいはもう時短時短時短ということ便利簡単こういうことに力を注いできたんですよねその結果まあ YouTube もおかげさんでかなり伸びていますしですねいくらいい音楽ができてもですねいわゆる僕の音楽なんていうのは70点80点だと思うんですけれどもでもたくさん聞いてもらえたりたくさんの人が 注目したりするというのは楽曲そのものじゃなくってですね、普通の会社で言えば営業っていうやつですかね。そういうのを力入れることによって結果が変わってくる。そしてまた次の曲へと繋がっていくということで、まあミュージシャンの人、そしてクリエイターの人もですね、 一生懸命するだけが脳でもなくてですね。まあもちろん僕はコツ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 やっていきましょうよとは言ってるんですけれどもですね。同じ苦労をするならですね、結果につながる苦労をする方がいいんじゃないかなと思いまして、今日の便利な操作性というね、テーマにお話ししましたけれども、こういうこともとても重要じゃないかなと思います。ストリームデッキ。 そしてタッチパネル。そういうような少しの投資でですね、できるアイテムをうまく使いこなせば、とっても手軽にいろんな完成品へと繋がっていく。そしてお客さんの方に注目してもらえる。そんなクリエイター活動であったらいいのにな、ということでお話をさせていただきました。村長スタジオでした。